アイテム番号 SCP-93。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル実験条件の概要については実験資料 SCP-93-1 を参照してください。SCP-93 は常に鏡の上に置き、カメラで監視してください。SCP-93 の収容エリアに入る場合は、中の様子をカメラで撮影し動かしたものを元の位置に戻してください。承認を得た実験以外の目的で SCP-93 の使用を試みる者は厳しく罰せられ、収容される場合もあります。説明 SCP-93 は新社に似た混合物の石から削り出された、主に赤色の円盤です。円形の彫刻及び未知のシンボルが 0.5cm の深さで全体に彫り込まれています。深い彫り込みは1から 1.5cm あります。SCP-93 は直径 7.62cm で、ほとんどの人の手のひらに摩擦なくすっぽり収まります。生きた個体が持った時、SCP-93 の色は変化します。変化する色の関係性は未だ研究中です。現在考えられているのは、保持者の後悔の念に依存して変化するのではないかということです。鏡から離され誰かによって保持されていない場合、SCP-93 は近くにある鏡のような表面を探し始めます。SCP-93 は驚異的なまでに速度を上げながら、可能な限り大きな円を描いて転がることが観察されています。この加速現象の仕組みは現在わかっていません。SCP-93 と鏡のような表面の間に使用外物があっても速度を落とすことはなく、使用外物を貫通します。鏡のような表面に接触した時のみ停止します。並外れた速度でぶつかったとしても、SCP-93 と鏡に傷はつきません。補充財団には SCP-93 の発見やその性質を明記した記録が存在しません。SCP-93 原本を参照してください。SCP-93 の収容方法を説明した記録が存在しないため、なぜ収容時に鏡が必要になるのかを解明するための実験が開始されました。SCP-93-1 の結果、SCP-93 を所持する生きた個体が鏡の中には入れることが判明し、その先がどこに繋がるのかを確かめるため SCP-93-2 における一連の実験を実施することになりました。SCP-93 原本。アイテム番号 SCP-93。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-93 は収容ブロックの1階の床から最低 1.22m、4フィートの高さにある 0.3×0。23m、1ft9 インの広さの台座に置いた銀枠の鏡の上に収容してください。オブジェクトの収容エリアの広さは 3.66×0.5m、12×10フィート以下でなければなりません。また台座はマホガニー、松、桜、アルミニウム製のものを使用してはならず、収容ブロックの1階以外の場所に収容してはなりません。オブジェクトは安全に手に取ることが可能で、丁寧に取り扱えば重大な問題は発生しません。収容条件を含む実験とその結果は付録レポートのセクション B35-1 で確認できます。説明1968年1月30日、航海の岸にて小さくため息を吐くようになりながら薄暗い青色に輝く物体を発見しました。34から41歳の女性検査官の前ではブンブンと音量を変化させながらなり、赤と橙を混ぜたような色に変化しました。1986年4月26日1時23分、194,9834の死体が研究施設で発見されるのと同時に54分34秒間 SCP-93 は記録された青のような色になりました。194,9834 と SCP-93 の関係は未だ不明瞭であり、また93に長期間さらされた場合の影響は心の安静を得たという稀な報告と、周期的なそもそもうつ状態と心のバランスの失調、及び自殺の考慮を報告した242、49の事例を除いて不明です。これらの感情が持続するのは11日以下であることが報告されています。1993年3月12日には242、56の存在に反応し、2時間9分未満の間だけ紫色に光を変えたと記録されています。この反応の影響は依然として不明です。補充93の起源は依然不明で、93の発見に関する資料は1989年12月9日の研究施設の火事により消失しています。
93を手に取った研究者の感情の動きに関する報告書は1995年4月19日からその重要性を失ったままです。SCP-93、T1 収容実験。このような収容の実行可能性を評価するために既存の収容方法への条件に対する SCP-93 の実験が定められました。休止地として使われる鏡の種類を変更することから始めました。表面、真鍮のフレーム、市販されているような鏡 SCP-93 は鏡の上に置かれると活動せず静止しました。この実験で高価な銀と木材は必要ないと判断。このテストだけで高価な銀や木製の収容システムの必要性がなくなります。標準的な机 SCP-93 は直立すると机の表面を一方向に転がって横切り、Uターンをするとまた別の方向に転がり、小判型の円を描くという動作を鏡が自身に近づくまで繰り返し、SCP-93 の回転が鏡に向かった時、鏡に対して平らになるように横たわって、鏡の中央へ滑り込みました。SCP-93 の表面はザラザラしているにもかかわらず、鏡を横切って動いても SCP-93 の動いた跡はつきませんでした。標準的な机の端に2つの鏡を置く方向や2つの鏡の種類の違いを区別せず、SCP-93 は近い方の鏡へと引き寄せられ、鏡へ移動する際の選択には他の何よりも距離の要素を重視するようです。人間が鏡を持ち周囲を移動 SCP-93 は鏡に合わせて動き、の最高速度まで速度を上げました。どのような速さでも SCP-93 は衝突時に鏡と SCP-93 自身に損傷を与えませんでした。SCP-93 を持った人間が鏡にそれを置くこの実験は誰がランチの感情を払うのかといういくつかの議論の後、一人のスタッフが他のスタッフをつまずかせた結果として偶然発生しました。この行動の結果、SCP-93 を持った人間がそれを鏡に対して置くと鏡の中に実際に入れることが判明しました。本収容実験は、SCP-93 の動きを止めるために必要なのはただの鏡だけあることが実証された後に中止しました。SCP-93 を所持した人間と鏡の相互作用の実験が、博士に許可されました。SCP-93、T2 鏡の実験。実験手順 SCP-93 を実験する被験者は、胸に紐を縛り付け、可動距離300メートル、から1000フィート、の身長滑車システムを取り付けたクラス3のバックルハーネスを着用しなければなりません。必要な場合は動作範囲を広げるためにさらに紐を追加します。紐を繋ぐとどめ具には 0.2 トン対応の高グレード品を使用しなければなりません。以下の物品を含むフィールドキットが SCP-93 のテストのために標準配給されるべきです。3時間の寿命を持つ腕に装着する光源1つとさらに6時間分を提供する追加の電源。水の入った 0.5L のボトル4本。種類は問わず MRE レーション4個に、プレーンのグラノーラ、バー2本、チョコレートチップ化。標準配給のベレッタ製 9mm 拳銃1丁と実砲24発、装填済み。これは SCP-93 を使って被験者が鏡の中を通るまで発行されず、完全に通り過ぎるの確認次第、武装監視のもとに与えられるべきです。この物品は被験者が戻った時に、鏡の中から出る前に接収されます。標準支給のサバイバルナイフ1本。被験者には知らせず、自分でキットの中から見つけなければなりません。被験者の頭または肩にビデオを取り付けます。ビデオは基地とケーブルで接続しケーブルの長さは機関システムの長さと同じにします。ワイヤレスカメラでの結果はまちまちで、SCP-93 の基地の色におけるテスト条件としてのみ用いられるべきです。新しい色は必ず優先で実験を実施します。SCP-93 がどのようにしてその色を決定するかを特定するために、実験中には被験者の投獄歴と同様に SCP-93 の色を必ず記録します。関係性は罪もしくは被験者の精神の欠落と繋がるものとみられます。添付の実験結果は順に読んでください。実験 SCP-93、青、鏡の実験1色、青、被験者は D2384 男性、34歳、立派な体格。被験者の経歴は殺人、自殺未遂の前科があることを示しています。被験者は実験のすべてのステップで協力的です。被験者は青色に発光した SCP-93 を持って与えられた鏡に入りました。外の技術員は被験者が完全に中に入るまでは鏡は正しく反射していましたが、
通り過ぎると鏡は、重く青みがかった屋外の風景に変わったのを観測しています。取り付けたカメラの映像は以下の通りです。カメラが起動し、映像が瞬く。被験者は技術員の報告と同じ野原を見渡している。典型的な低地平野のように見えるが、すべてが正常な色の上に重い青みを持っている。被験者が左右を見渡すが目印となるようなものは認められず、あるのは芝、雑草、そしてそよ風に揺れる高い稲のみ。木はなし。生物も見当たらない。指示の通りに被験者は前へ進み、見当たるものが何もないままおよそ500歩進むと何かが見えてくる。前方の区画は不毛で、被験者が進むと芝生が枯れているのが見える。およそ300歩進んだ被験者は地面に開いた穴の前に立つ。穴は何らかの原始的な器具を使って掘られている。滑車システムが動き、カメラが軽く揺れる。被験者は穴に入るよう指示され、少し抗議した後に指示に従う。はしごやロープといった加工手段はなく、被験者は完全に己の手と滑車頼りにゆっくりと加工する。そこに到達する前にケーブルがおよそ100メートル伸び、外からの光源が頼りにならなくなってフィールドキット中に提供されたライトが付けられ50メートル下を照らす。ライトを振るが穴の底についても埃以外は何も見えない。被験者はライトを頼りに前進。青の色合いについて尋ねると被験者は困惑を示し、彼が見るところには決してそのような色合いではないという。光は通路を照らし、ケーブルは150メートル伸ばされる。映像に映っていない、銃が抜かれる音が記録される。行動について尋ねると、被験者は用心のためと弁明し前進する。トンネルは剥き出しの土からコンクリート舗装に変わり、被験者は悪臭がすると不満を述べる。ライトが照らす天井の照明器具は、つくものがあるが4分の1以下は破損している。連続した6つのドアが側面に3つずつあり、その奥に廊下の突き当たりには7番目のドアがあることをカメラが映した。廊下は、一般的な金属の棚の破片のように見える何かによって塞がれている。瓦礫は腐食の兆候を示しており、さらに典型的な市販品であることが他の人間の存在を示唆する。被験者は彼が選んだ順序で、ドアを開けるように要求された。被験者は右の1番目のドアを試したが、施錠されていて開かない。2番目のドアを試すが動かず、解錠されているものの塞がれていた。2番目のドアを閉め、3番目のドアを試すが1番目のドアと同じ。3番目の向かいのドアは完全に開き、部屋の中には明かりがついている。ここで手持ちのライトが切られ、部屋を検査するために被験者のカメラが動いた。部屋はがらんとしていて何もないが、壁は汚い。被験者は壁の素材は土ではなく、しかし何かはわからないが、黒というより茶色の溶けたプラスチックのように見えると述べた。ドアが閉められる。左側の2番目のドアには取っ手がなく、押しても動かない。ハンドルがあるべき穴は未知の物質によって塞がれていた。すべてのドアは両サイドの隙間から中が見ることのできないように形作られており、動作のための空間はとても小さく、地面の高さから通してみる、薬中下の隙間から覗き見る、ことすらできなかった。左手の1番目のドアは施錠されているが、後部が折れてなくなっていて胴から峰までしかない鍵の一部分が錠に刺さっていた。被験者は鍵を使ってなんとかドアを開くがすぐに咳をし、悪臭に不満を言う。床や壁は綺麗で、天井は3番目の部屋用に奇妙な茶色の物質で覆われている。部屋にあるのは古い毛布と枕からなる間に合わせの簡易ベッド、木箱には食べ物だったと見られるものが入った開いた箱があり。言葉はビデオでは殴り書きのように見えるが、被験者は単に、シリアル、と読めるという。部屋の2番目の木枠には乾ききった空の水のボトルが収められている。ベッドの隣には本があるが、閉じられており、タイトルや識別できるマークはない。壁には読むことはできないが切り抜き記事に見えるものが貼られており、被験者は回収のために切り抜きを取り外すように言われる。一つを除いたすべての記事は年月のために触れるとバラバラになった。無傷の記事はフィールド使用容器に入れられ、他と比較してみると最も新しいようである。本を調査するよう言われた被験者はそれに向かって動き始めた。テープの音声が奇妙になり、金属を研磨するような甲高い金切り声のノイズが 3.5 秒間通信を支配する。被験者はまだ本には触れておらず、ノイズが止まった時、被験者は管制に要求を繰り返すよう求めている。管制がヘッドセットを外していた間は要求を行っていなかった。
被験者は部屋を出るように言われ、そしてドアが一人でにゆっくりと閉まり始めていることに気づく。被験者はそのドアに構わず、右のドアを強鎖するように言われる。テープの続く10秒間を慎重に見直すと、カメラが動いた時に、7番目のドアがある場所であるトンネルの突き当たりに人影が見える。そのドアは隙間を通して顔が見える程度にだけ開いており、静かに閉まる。詳細は見えない。被験者は異常に見える何かについて言及することなく右の2番目のドアを調べる。ドアは何度か叩いてから押すと中を覗くには十分なぐらいの角度に動く。より多くの生地が貼り付けられたコルクボードが見え、シリアルの箱の蓋が床の上に見え、手に見える何かが手のひらを上にして横たわっている。被験者はドアを閉め、カメラが動いて7つ目のドアが閉まったままなのを捉える。他に探索する場所が見当たらないので、被験者は戻るように要求される。被験者は抗議せず悪臭がきつくなったと不満する。被験者が戻る際、彼のカメラの映像は変わらず異常なものを示さないが、管制はケーブルの動きが突如急増したと報告、追加の100メートルのケーブルで乗り切る。再び鳴るくなったのでまた張るようにする。管制が滑車システムの整合性を検討している間、被験者がゆっくりトンネルを上がっていく様子をビデオの映像は示す。被験者は上昇を止めるよう要求されるが、彼は登っておらずロープが引き上げているのだと述べる。両者とも混乱に陥り、被験者は銃の発砲準備をするように伝えられる。穴の入り口まで戻ると、カメラには何も映らず被験者も風景は何も変わっていないと報告、ケーブルの軌道に従って帰路に着く。およそ900歩進んだところで被験者はどのくらいケーブルを使っていたのか尋ねる。管制は混乱のために正確に分かっていないと認めるが、被験者はまっすぐ進んで穴に着いたのでまっすぐ帰れるはずと答える。被験者は不安になりながら現在ケーブルがより多く見え、あるところから90度に動いていると述べる。被験者はカメラを一周分ゆっくり回す。映像では被験者の背後に、37に数えられる人影の群衆が静かに立っている。特徴はなく、風景を支配する青みがかかっていない。管制は再び混乱に陥るが、被験者はケーブルの軌跡が曲がっているという異常にしか気づかない。被験者はケーブルの端を引っ張るが、紐はピンと張っていて動かない。管制が滑車システムを回し始めるとたるみは急速に巻かれる。曲がったケーブルの動きを見ていると、巻き始めから曲がった部分のさらに下で芝がかき乱され。何か抵抗にあったように線が震え、跳ね返りから、ビュン、という音を発するのが見られる。被験者のカメラがケーブルの長さに沿って戻り動くと、ゆっくりさらにたるんでいくように見えるが、突然すべてのたるみが戻り滑車システムが再開する。管制が被験者にケーブルの軌跡に従って戻るよう要請すると、被験者からの混乱とともに叫び声が音声に記録される。映像に映らない何かに向けて被験者が5回発砲。管制は最初の地点に戻る被験者を見ることができると報告、一方でカメラは空中に浮く点へ消えるワイヤーを示している。被験者がこの地点を通過すると今では全てのケーブルが滑車システムに収まり、カメラは床だけを記録する。管制は鏡が約5秒をかけて、元の反射に戻り、SCP-93 は被験者から回収した後も、1時間青いままだったと報告。銃を回収するとき、下劣な匂いの液体が被験者の服と手に認められた。液体は素早く乾き、高品質のサンプルが取れなかったため研究には足りないとみなされた。鏡を監視していた管制職員は、地面を這いつくばり、普通の人間の50倍は簡単に超える大きさの、特徴のない顔にとても短い腕をした大きな人間が映り、鏡が反射を取り戻す前に鏡に向かって自身を引っ張っていたと述べる。距離のために細部はわからなかったが、少なくとも一人の監視官がその人間は滑らかで特徴のない顔だが、その後から撃たれていたように見えたと述べた。被験者から回収されたフィールドテストキットは次のように読める新聞記事を収容していた、削除済み、そしてアイテム、削除済み、として提出された。次の実験は緑の実験として分類されます。実験 SCP-93、緑。鏡の実験に色、緑。被験者は D、54493女性、23歳、平均的な体格です。被験者の経歴は車両窃盗と、車での逃走中に2人の子供を殺害した第2級殺人の前科を示しています。被験者は全ての実験手順において協力的です。
被験者は翌職に発行した SCP-93 をもって与えられた鏡に入りました。外の技術員は被験者が完全に中に入るまでは鏡は正しく反射していましたが、最初の実験と同様に、重く緑がかった農場の風景に変わったのを観測しています。取り付けたカメラの映像は以下の通りです。カメラが起動し、映像が瞬く。被験者は技術員の報告と同じ農地を見渡している。ビデオ映像を通したすべての緑はより深く、実験1における青みと同様に物体の通常の色に緑の色味がかかっている。被験者がエリア全体にカメラを動かすが、実験1で見られた目印となるようなものは識別できない。現在いる畑は、長い間放置され、中央に未知のデザインのかかしの残骸たちが立っており、残った部分は腐食してズタズタになっている。耕された農地には何も育てていない。畑の右には農場の家屋が見える。大きく、2階建てで、一端には地下シェルターの入り口が見える。被験者が直ちに拳銃を用意すると、続ける前にリラックスするように歓声から言われ、彼女の荒い呼吸が音声を支配する。被験者は2、3分経って、立ってから大丈夫だと知らせ、それから家屋の周辺を歩くよう指示された通りに進む。子供用の自転車が2つ、男子用と女子用が、シェルターのドアの近くに家屋に対して寄りかかっている。シェルターへのドアの1つは芝生の中に倒れており、木材が裂けていることから明らかに入り口から引き剥がされたものである。階段には服が高順で並んで落ちており、下るにつれて靴からシャツになり、男の子のものである。被験者はこれは気味の悪いジョークなのかと歓声に向かって叫び始める。歓声は彼女に対し、こんな環境は今まで見たことがないと保証し、落ち着くように頼む。被験者は続行するまで、自分を取り戻すのに数分を要した。SCP-93 が被験者の過去と彼女の風景に関係しているかどうかは不明である。数分後、被験者は続行に同意。被験者との通信はミュートされ、被験者の神経質な態度について話し合う歓声の会話は1分半の間音声を埋めた。被験者が階段の最下部まで着くと通信を再開する。家屋の地下室は特に目立った点はなく一般的である。何であるか不明の缶詰が収容された、いくつかの木製の棚が離れた壁に並んでいる。壊れた照明器具は用に支えられ静かに揺れている。カメラはゆっくりと地下室を見渡す。足跡は見当たらなく地下室はしばらくの間放置されているのだと推測できる。被験者は悪臭について述べ始める。被験者がそのエリアを見渡すと金属のハッチが地面に見える。回転ハンドルのついた潜水艦の隔壁に似ている。被験者はハッチ周辺が最も匂いが悪いと発言し、ハッチ周辺の土が固まり始めていて粘土質であることに気づく。そのハッチのハンドルは古く塗装が欠けている。被験者はハンドルを回すように強要され、完全に回した時、ハッチが開く。おそらく古くこもった空気が吐き出され被験者は咳込み始める。カメラがハッチへ視線を落とすように傾けられると、それは白いコンクリートのトンネルである。青の実験で見られたものに似ているがより状態が良い。被験者ははしごを降り、後ろ手にハッチを閉めるように要求される。何度かの説得の後に被験者は降りることを了承したが、ハッチを閉めなかった。そうすることによる滑車機関システムが切断されることについて懸念を見過ごすことが認められた。はしごを降りていく。農場の家屋までの移動、約中これまでの移動、はそこに着いた時にはケーブルの約53メートルを消費していた。ハッチの内側は長期使用に不向きな貯蔵室とみられる。それは広く、地下室の実際の大きさの約半分で、3つの寝台が収容されており、ダブルサイズが1つ、シングルサイズが2つである。青の実験で発見された、シリアル、と記されたものに似た食べ物の箱がいくつかあり、ハッチの底の近くのゴミ箱を埋めていた。ベッドに2つの骸骨がある。床に3つ目の骸骨があり、隣には弾の入っていない、単純な6発撃てるリボルバーが落ちている。3つの使われた薬莢が銃の近くの床の上に散らばっている。この骸骨の反対側には良い状態の閉じ本があり、これは妖精によって回収されフィールドキットの収容容器に入れられた。銃は完成からの要請によりそのまま放置される。被験者は貯蔵室をより調べ、良い状態に歩きられた新聞の置かれた机に注目する。切り抜かれた記事はフィールドキットの収容容器を使って回収。カメラを回すがシェルターの中に他に興味を引くものはなし。
ゴミ袋には衣服が入っており、1950年代の人気製品に似た、いくつかの子供向けおもちゃが壁に対して並んでいる。被験者は貯蔵室を出るように求められるが、急に管制技術者に待つように言われ、ハッチへの出口近くのエリアをカメラに映すよう指示される。被験者が近づき行われた精密検査によって、その小さなエリアにイーサネットジャックと思われるものが装着されているのが発見される。そのカバーは琥珀のような物質によって壁から無理やりわずかに離されている。被験者はそれがとてもひどい匂いなので欲しいのなら自分たちで取りに来いと発言し、触ることやサンプルを収集することを拒否する。管制は丁寧に断って被験者は貯蔵室を去る。出るために被験者がはしごをつかみ、カメラを上に回すと、トンネルの上にじっと見下ろしている人型の影が見られる。管制が人影を確かめるように被験者に要請すると、被験者はそこには何もいないと言って登り始める。被験者は何事もなく登り、はしごの最初の段に触れられると、人影はカメラの映像の外に行く。トンネルの上には、他に何の生物も見られず、何もかき乱されてはいなかった。被験者はそこには何もいないと主張しハッチを閉じる、そして突然嘔吐する。被験者は咳をし与えられているボトルの水で害すると、こわばりながら管制に、あれ、が聞こえるか尋ねる。管制は何の音もないと報告。被験者は銃を引き抜き注意しながら地下室のハッチまで進む、そしてカメラの視界が外側のエリアを捉えられるだけ彼女の頭を持ち上げる。落ち方、農場から約700メートル、二つの大きな人型生物が、光景の中を這いつくばっている。それらの存在は静かにしている被験者に気づいていないが、彼女の引き抜いた拳銃は見る限り震えている。被験者はそこにじっとして人型が移動するまで静かにしているように言われる。彼らは特徴がなく、視界を斜めに移動しているためにいくつかの瞬間でしかその顔を捉えることができない。この間に、彼らは顔の造形を持たないことが明らかになる。彼ら自身を引きずるのに使われている腕は時には短く時には長く、彼らが動くたびに可変に長さを伸ばしている。その人型の後部には何もなく、すべての身体の衣装は胴までで終わっているようである。二匹の怪物が遠くに消えるのに約10分かかり、その後に被験者はパニックし始め、戻ることを懇願する。要求は丁寧に断られる。被験者は地下室から家屋に入るように指示され、どんな状況下にあっても家から出ないように指示される。1階に入るための天井、床にあるハッチを開くと錆びついた音が響き、被験者は37秒間にわたって硬直してから、上に上がるのを続行しキッチンに入る。キッチンの道具はすべて埃で厚く覆われている。冷蔵庫は開いており、中の食品はすべて腐っている。キッチンの隣はリビングで被験者はゆっくりと侵入する。そこにはすべて1950年代のリクライニングチェア、ソファ、そしてテレビがある。リクライニングチェアにはラップトップコンピュータがあり、ケースは同様に1950年代の装飾に似ていて厚い埃に覆われている。開いたラップトップはその OS の最後の瞬間を映しており、フェイスフル OS、新人深い OS、がスタンバイモードから抜け出し、すぐにシャットダウンする。ラップトップは外部電源を持たず、電源は背面についている。ラップトップを回収するように要求された時、それにはリクライニングのクッションもついており、二つはくっついている。被験者はラップトップをそこに置いておくように指示される。家から出るための内側のドアは厚い木の板が釘打ちされており、何をやってもびくともしない。カメラの視界は上へと続く階段を捉える。被験者は命令されることなく階段を上り、管制が驚いたことに階段は静かなままである。被験者が階段を上り切ると廊下に二つのドアが見え、両側に一つずつあり、その突き当たりには食品、食器用エレベーターが壁に埋め込まれている。被験者は自分の判断で左のドアを開き、主寝室に出る。ベッドはきちんと整っているがその隣の衣装ダンスは開いており、衣服は床に散らばっている。被験者はベッドの上にいくつかの宝石が落ちているのを見つけ、それらを残しておくように通知される。被験者は抗議し始め、それからそれらが悪臭を放つから放っておくと発言、速やかに部屋を出る。被験者は2番目のドアを開くように言われる。二番目のドアを開くと相部屋になった子供用の寝室が映る。はっきりと男の子、女の子のものとわかるおもちゃや衣服が床に散乱している。この部屋にも窓があり、被験者は近づいてカーテンで吹き埃を拭う。被験者は窓にカメラを移動させるように要請されて従う。
農場が見える。そしてそこから遠くても 40km 先に、町が見える。カメラが引いていき、下を向いて家の周囲を記録する。青の実験の際に捉えられたものに似た約300の人影が家の周りに映っている。すべてが上をじっと見上げている。被験者は人影を確かめるように言われるが、そこには何もいないと述べる。被験者は帰還するように指示され早急に同意。家から出る際には何事もなく、滑車システムも何も異常な振る舞いを示さない。被験者が滑車システムの原点まで戻ると大きなうめき声のノイズが画像を生み出す。管制の技術者もノイズを耳にし、振動を経験したと報告。被験者は調べることなく最初の地点を通って戻り、鏡は、通常の、反射表面に戻る。SCP-93 が手放される。映像は終了。回収した新聞のかけらは、として提出された。次の実験は紫の実験として分類されます。実験 SCP-93、紫。鏡の実験3色、紫。被験者は D84930 男性、21歳、平均的な体格です。被験者の経歴は麻薬押収中の警察官の第2級殺人の前科を示しています。通常この犯罪は、刑罰は、厳しいものですが、最終的に私たちと共になるような刑罰にはならないでしょう。しかしその警官の殺害は特に残忍で過度な暴力が振るわれていました。この被験者は非協力的であり、彼の協力だけが彼に利益をもたらすのだと注意しなければなりませんでした。被験者は紫色に発光した SCP-93 を持って、与えられた鏡に入りました。外の技術員は被験者が完全に中に入るまでは鏡は正しく反射していたが、都会の都市の景色に変わり、最初の実験同様に軽く紫がかっているのを観測しています。取り付けたカメラの映像は以下の通りです。撮影のためにカメラが瞬きあたりを見回す。被験者はニューヨークのような街に似た現代の都心部に見える場所にいる。通りにはほとんど何もなく、あるのは製造会社や形式の不明な数台の車。これらの車の見た目は高度に進んでいて優先形をしている。被験者は指示されることなく車の窓から中を覗こうと試みるが、それらのほとんどの周辺エリアから、クソひどい臭い、がすると言いながら後すさる。被験者は1台の車に近づくように説得され、咳込みながら、泥で覆われた窓を拭く。車の中は奇妙な茶色の物質で完全に満たされているようで、それ以外には何も見えない。他2台も同じ結果だが、しかし4台目は他よりも新しく見え中は汚れていない。同様にこの車のドアは施錠されておらず、被験者はすぐに中に入ってそれからドアを閉めた。被験者は管制から彼の命綱がケーブル以外に何もなく、車のドアを閉めるくらいではそれを傷つけられないほどに頑丈だが、移動中の人間を回収することはできないのだとこの行動を非難される。被験者はこの問題で管制と口論をし、カメラを動かしてダッシュボードを映し、彼がそうしようとしたとしてもどこにも行くことはできないということを指摘する。ダッシュボードはあらゆる認識できる制御装置を変えており、イグニッションも、ステアリング、ハンドル、もなく、GPS システムと想定される小さな空のスクリーンがいくつかあるのみである。被験者は車の中に残り、都市の風景は前の実験の目的地よりもずっと大きいのにどうやって進むのかと管制と議論している。管制がこの問題について討論している間、被験者は車から都市の光景をじっと見ている。カメラを動かしていると一つの顔が明らかに車の中をじっと見ていて、瞳は被験者を見ている。しかし、これは実験後の映像再検証まで気づかれなかった。被験者は全くこの実態について発言しなかった。消止後に管制は被験者に今いる場所に残るように伝え、鏡を通して彼と合流する護送部隊が派遣される。4人の武装職員による部隊が鏡を通して送られ、被験者の場所まで進む。それから被験者は彼のハーネスを取り外すように指示され、それは回収される。その後この被験者のビデオ映像は終了し、護送部隊が使う無線ユニットに取り替えられる。このユニットのビデオ品質はさらなる干渉を受けるが、鏡の出口を示すために受信システムは鏡を通したところに設置されている。被験者は車を出て今護送部隊と行動を共にする。可能な選択は無数にある中、彼らは単純に最も近い建物へ行き中に入ることを試みるように指示される。
この建物にはその名前、XEA リシアークパートナーシンク、と記載されたエッチングされたガラスドアがあり、ドアは半開きになっている。磁気ロックシステムがあるが、しかし動力を失っている。舞台は建物そしてメインロビーに入る。このエリアはステレオタイプな会社のロビーに似ている。C 型の受付デスクの S はあたかもせき立ててられて残されたかのように机から押され離れている。PC 端末が同様に机にある。舞台が机に近づき、カメラ持ちが PC を調べるように指示される。そのユニットは電源が入っているように見え、Faceful OS がスクリーンにログインとパスワードを要求する画面を表示している。キーボードは存在するが非常にスリムで押すキーというよりタッチに反応するキーである。一度解除を失敗するとスクリーンには最大入力回数を超えたと表示され PC の電源が切れる。本体や電源ボタンが見当たらないため舞台は先に進む。受付デスクの裏には2つのエレベータドアが、1つは左にもう1つは右にあり、タッチ式に似たキーを兼ね備えている。左のエレベータは故障しており、ドアは開かれていてシャフトは空である。右のエレベータは機能しているようで電源が通っている。明確な目的地がないので舞台は最上階まで行って街を見渡すように指示される。すべての階がアクセス可能で最上階は114とあるが、13と113がキーパッドにはないので実際には112階である。エレベータの上昇の間は何も出来事は起きず、13階と113階を過ぎる際により時間がかかったのは実際の階が作られているがそこにはないことを示唆している。114階でドアは開き、舞台は大きなラウンジタイプのエリアに入る。埃をこむった多くのソファーがあり、一見すると液晶テレビのような約60たすインチサイズのワイドスクリーンが彼らの前方の壁を支配しており、電源は入っていない。連続する窓は開いており、円端では日光が入っている。舞台は進み、カメラを外に向けて傾ける。街の風景は驚くべきもので、この建物が見える中で最も高いものの一つであるが、しかし間違いなくその高さのものは一つではない。下の街は灰色で静かで、この高度では生物の痕跡はない。街のいくつかの建物には奇妙な茶色の発生物があり、あたかもゲル状のものが投げ飛ばされ固まる前に下に染み出たかのように、それらに対して飛びったように見える。他の建物はガラスが砕かれており、同じ茶色の物質が円から染み出ている。舞台の一人の隊員が別の側の窓までカメラ持ちを呼ぶ。建物の別の側からは、街の縁が見ることができる。周囲は高速道路に向けられる、それは街を取り囲むようにあり、そこでは大きな半身の人型が張っている。前回の実験で目撃されたようにその伸縮自在な腕で地震を引きずりながら。それは高速道路を進みそれから視界の外へ消える。舞台はエレベーターに戻るとボタンがすでに74階に決定されていることに気づく。誰もエレベーターに近づいておらず、舞台はこの階へ行くことに同意する。74階ではドアがすべて開いており病院の待合室のように見える。受付にはシートに連続する名前と日付のサインがある。シートにあるサインの日付はすべて1953年とついている。受付の PC は機能しておりデスクトップが開いている。PC の IK は祈りの手がいくつもありそれらの下に、Faceful OS の文字がある。デスクトップには一連の年号の入ったフォルダがありファイルを含んでいる。マウスの中央ボタンを使ってクリックしたとき、ワードビューアーで開かれる。すべてのファイルは予約情報に見える。机には、From テデスクオフドアボリシツキ、ブレセドパリフィカショニスト、ボリシツキ先生の机から、祝福された浄化者、と題されたメモ帳が置いてある。診療室へのドアは同じ名前とタイトルと同様に十字架が描かれている。このドアを開くと白いダストフリーの廊下につながる。それは二つの診察室と突き当たりに暗証番号式のドアがある。診察室はありきたりで典型的な診療室である。すべての常備薬と棚は空。完成の要請で暗証番号式のドアの上に少量の C4 が取り付けられ爆破、無理やりドアを開く。そこは受付の部屋より大きく、大きな収容カプセルが並べられている。カプセルは計6つあり、2つは故障していて茶色い琥珀のような物質がそれらから出て床を覆っている。1つは空で、残りの3つは呼吸マスクをつけた裸の人間が中に浮かんでいる。これらのチューブの前面に取り付けられているのはカルテで生命信号と健康状態を示している。症状について、カルテはややぎこちない英語で人格や個性の欠陥のようであることを説明しており、あるいは単にその患者に起こったことを示している。
管制はカルテの患者のページの一つにズームするように指示。焦点が定まると、それは、市民であるジェニファー・ムクザーカは心の過ちに苛まれ、彼女の夫が家を出ている夜に二度にわたって隣人と寝るということを引き起こした。患者は彼女自身を心と身体の浄化のために知ると我々の手に差し出した。祈りは行為神父ワラキンによって行われ、彼女の組織の浄化のために3日間、死湯の涙にその身を差し出し、良い精神へ解放された。と読める。一番上のページには、市民であるアルベリアウス・ファラファンは説教中の行為神父を殴り飛ばし、死湯の涙は彼の娘の精神と心を狂わせたと冒涜し、彼女の売春婦のような行いを行為神父と彼の祝福のせいだと非難した。これらの冒涜には何の証拠もなく、フォージリングジャッジ、許しの裁き、とパニシングジュッジ、罰死の裁き、はアルベリアウス・ファラファンに対して、彼の精神と魂を浄化するために死湯の涙に一週間入浴させ、そうして娘の行いはザ・ファーザー SH&S、神父の手、のせいではないことを証明し、彼自身を落ち着かせるべきと同意した。と読める。護送部隊と一緒にいる間静かにしていた被験者が今、パニックを起こし始める。カメラが彼に焦点を合わせるために動くと、最初の二つの実験で目撃されたのに似た実態によって囲まれている。護送部隊は被験者がパニック発作に陥っていると報告するが、管制は彼らにそのままじっと立って待つように要請する。被験者は実態に叫ぶが、実態の存在を部隊長は否定しており、被験者は隅に一人でいると述べる。管制の要請により隊員の一人が近づいて被験者を落ち着かせに向かう。その後、護送部隊の隊員は命じられた通りに被験者に接近する。映像では人影の一部が近づいてきた隊員に道を開け、隊員は被験者の足を持ち上げ彼を隅から引きずり出す。それから映像でその群衆は道を閉ざすために列を閉じているように見える。被験者は腕で彼の足を持ち上げられ、人影たちを通過して連れられていった。人影は被験者が動かされた時に彼らの列を閉じていた。彼らは被験者がどこへ行っても彼を断固として見つめ続けている。管制は今部隊に帰還するよう要請する。部隊は出発する。部隊が立つ前に、隊員が受付にあるものに気づき言及する。死湯の涙、とラベルされたバインダーに。管制はバインダーも持って帰るように要請し、それは被験者のフィールドキットの中へ収納された。部隊はエレベーターに乗って1階まで戻る。建物を離れようとする際、被験者は入り口点の方向に向かって下にある道を指し示した。カメラが隆起する高速道路の区画に向くと、そこには大きな銅の一体がゆっくりと張っている。その実体はその特徴のない顔を護送部隊へ向けると、その頭を空に向かって上げ、怒鳴るような声を発する。隊長は移動する命令を出し、無線映像受信機によって示されている地点へ向く。カメラが入り口に移動する前、高速道路の生物はその腕を下へ展開して地面に触れるために伸ばしていた。隊員全員は入り口点まで移動し続ける。被験者が入り口点を通り過ぎると、鏡は反射表面に戻る。SCP-93 はパニックになり部屋から出ようと暴れた被験者により落とされる。被験者はフィールドキットの銃を引き抜いた後、隊長により射殺される。隊長は入り口を再び開くように要請するが、SCP-93 を持った時に同じ色にできるものを探すのに数分かける。同じ色が見つけられ鏡に適用された時、映像受信機が見え、全員がひどい臭いを報告する。隊長が、管制官と一緒に入り口を通る。後に残されていた護送部隊の隊員の制服や持ち物があり回収されたが、隊員自身はどこにも見当たらず呼んでも反応しなかった。隊員は戦死と推定され無線受信機が回収される。管制と護送の両名が入り口点を通って戻ると鏡は反射表面に戻る。後に映像を見直すとカメラは護送部隊の隊員が入り口点であるべき場所で空気流に持ち上げられ、その巨大な銅を振り返り見上げているのを映す。茶色のゲルがその生物が動くにつれて滴り落ちているようで、生物が移動した後は蒸発するかのようにすぐに消える。が持っていた自動銃によって数発がその生物の顔に向かって発砲され、生物の顔につくと、低粘性の茶色の液体の飛沫がその傷から全面へ注ぐように出た。生物の顔が下がってくると彼は卑猥な言葉を叫び、カメラが地面に押し付けられた。カメラの映像は約65秒間暗いままで、光が戻ってくるとカメラはその生物が高速道路に這い戻り、それ自身を高速道路に引き上げ、そしてそれがもともと向かっていた方向へと張っていくのを映している。
はその生物に、吸収、されおそらく消化されたのだと思われる。これはこれらの未知の実体が生きた物質に直接触れることにより捕食するという一例かもしれない。さらなる研究はこの問題を回避するために推奨される。回収した体調は、として提出された。次の実験は黄色の実験として分類されます。実験 SCP-93、木、鏡の実験4色、木。D クラス被験者を実験に用いるのは許可されなくなりました。以前の3つの実験で回収されたアイテムを解析した後、実験の焦点はデータを収集し、SCP-93 によりアクセスできる世界の運命をよりよく理解し、我々の現実世界に安全装置と対策が必要であるのかを探る目的へ移りました。護衛部隊の衣服についた茶色い流体の分析は、他の回収された物品と共に記録されました。実験候補者の中から、博士がこの実験の被験者になることを申し出ました。博士は SCP-93 を新たな色に変化させることができました。博士に犯罪歴はなく精神的問題も抱えていません。鏡を通り過ぎると、風景は個人用オフィスに変わりました。実験にあたり、博士はワイヤレス、ビデオ、システムを使用し、滑車での機関システムを控えることを選びました。博士は鏡の行き先が見せる建物の中には半身の生き物がいないため、安全である自信があると述べました。博士が鏡を通り抜けた後映像が開始します。以前の実験と同様に、SCP-93 はビデオ映像を黄色に染めます。カメラが起動し、簡素な白色のオフィス内構成物を映す。およそ30は確認。入場地点から離れた突き当たりの場所に、すりガラスの壁とガラスドアの中に組み込まれたオフィスモジュールがある。和ドアに接近し書かれた文章を調べる、シニアマネージャー、スタンリー・ミラミッツ。扉は解除されている。博士はオフィスに入り、机を調査。コーヒーカップが机にあり、中は蒸発したのかダークブラウンの汚れが半分ついている。さらにはドーナッツが置いてあり、博士が壁に向かって投げると石のようにコツンと言って落ちる。博士は部屋の隅にあるファイル、キャビネットに注目し、一つずつ棚を調べ、二番目の棚で止まりファイルを一つ取り出すと、一番目に戻り二つのファイルを取り出す。三番目、四番目へと続き、彼は四つのファイルを加えるとそれらを机の上へ広げる。ファイルは青いファイリングフォルダであり、彼は指とカメラを祈りの手のシンボルに向け、カメラに向かって他はすべて黄色いフォルダだったと述べる。青いフォルダはフィールドキットにしまわれる。カメラは机の上のログインされ動作している PC を映し、博士はコンセントが見当たらずどこから電力が供給されているのかわからないとコメント。この PC のデスクトップには、Faceful OS のロゴが描かれており、さらには音も鳴る。マウスのクリックは柔らかい聖火のようなハミングが鳴り、またアイコンを開くときは天使のベルが流れる。PC からは何の有益な情報も得られないため、博士は PC を放棄してオフィスを去る。博士はオフィスの別の突き当たりの向かい、エレベーターのボタンを押し乗り込むと、34階にいることと建物の番号が変わった構造をしていることに気づく。キーパッドには、115から115まで全て表示されている。ボタンを押す前に、博士はワイヤレス、ビデオ、トランスポンダをエレベーターに運び、その元の場所に入場地点を示すコーンを置きたいと要求する。二つ目のトランスポンダ、ユニットがエレベーターの外側に置かれる。博士に何かあった場合には、管制が二つ目のユニットを回収し、実験室を封鎖するように指示される。すべての準備が整った後、博士は、115階のボタンを押す。エレベーターは長く15分間かけて加工する。この時カメラの映像が一度グイッと引っ張られると白くなり、映像が戻ると14人の群衆がエレベーター内に移り、博士が動くと全員が博士のためのスペースを作るために動く。群衆が35秒間そのままいた後に再び映像が白くなり、復旧すると映像では、博士が一人でしゃがんだり前後に揺れるように動いているのが映る。博士は動きを止めると下から悪臭がすると報告。この時エレベーターは、108階。博士は、110階を押して加工を中断し、到着するとフロアに入る。エレベーターのドアが開くと、いくつかの PC と椅子がある囲まれた監視デッキに繋がる。すべての PC は電源が通っているように見える。デッキの天井はガラスでさらに上にデッキがもう一つあるのが見える。博士はモニタリング、ステーションに近づき1台の PC の画面を調べる。
スクリーンには Faceful OS のロゴがあり、映像は4つの異なる画面に映し出されている。一つ目の画面には実験、紫、で見つけたような、チューブが数千ある部屋が映されている。二つ目の画面はカメラがチューブの前に移動して、中身を見るためにクローズアップされた映像。映像で見る限りでは全てのチューブは故障している。三つ目の画面は反対を向き、カメラは垂直に動き各監視デッキを映す。合計10箇所あり、カメラが、博士のいるデッキを通り過ぎると博士が映る。見上げると、推進源が見えないカメラが浮かんでおり博士の上を通り過ぎる。四つ目の画面では監視デッキの下の階に、非常に大きな一体の半身の生き物が円を描くように這い、壁にぶつかると方向を変える様子が映されている。映像から生き物はおよそ6階建ての建物と同じ大きさだと見積もられる。PC の内容に再び目を向け、博士はビデオ、ログの後ろに隠れているシンプルなテキストエディターを見つける。内容を印刷してフィールドキットのファイルに収める。文書には54階の金庫と、その鍵の番号が書かれている。博士は監視デッキから離れ何事もなく個人用オフィスである54階まで進む。博士は文書に言及されていた机へ進み、問題なく机に隠された金庫を発見する。書かれていた番号で金庫は開く。博士は中のノートをフィールドキットに収める。また、として戻された奇妙なリボルバーと24発の弾薬を発見する。博士は何事もなくエレベーターで34階まで戻る。非常に多くの調査可能なフロアがある中、監視デッキから不可欠な情報が得られたため、実験は完了したとみなされ機材が回収される。入場地点に入る前、博士は近くの電源の入った端末を調査し、それが、110階の映像と全く同じスクリーンを映していることを発見する。メモの作者が建物内のネットワークにウイルスを流し、ネットワーク内の全ての PC から情報を見られるようにしたのだと推測される。DR は入場地点を通り過ぎ今日は正常に戻る。回収したアイテムは以前 SCP-93 で回収したものと一緒にまとめられる。とその弾薬の解析は、弾を分解する必要があり、それが今後の SCP-93 の実験で役立つ可能性があるため延期される。映像は終了。次の実験は赤の実験として分類されます。実験 SCP-93、赤。鏡の実験後色、赤。SCP-93 が新しい色を発光するまでスタッフの接触は続きました。保守点検技師の、は SCP-93 を強い赤色に輝かせ、通常の色より明るく光らせました。は SCP-93 の実験に協力することに同意しました。博士の要請により、技師に実験で使うために、が与えられました。実験を始めると鏡は未知の風景を映し出しました。行き先は何かの色に染まったようには見えず、赤い石細工でできているようです。技師が鏡に入り映像の記録が開始されます。技師を以下では被験者と呼ぶ。映像が流れ始め、被験者はそれ自体で回転している大きな円筒形の柱を見ている。柱の高さは不明で幅は 1.8 メートル、6フィート、あるように見える。柱には穴が一見バラバラの間隔で開いているように見える。これらの穴から時折、白色光の光線が発せられる。カメラを回すと、光線は部屋の壁の一部である SCP-93 に類似した多数の物体に繋がることがわかる。部屋もまた円筒形であり、SCP-93 のコピーが無数にあることがわかる。被験者が入場地点まで戻ると、SCP-93 のコピーを書いている壁の部分があることに気づく。おそらくそれは被験者が持っているものだと推測される。点検をすると壁の他の箇所でもコピーが多数なくなっていることがわかり、これは何らかの重要な配列の可能性がある。被験者は部屋を調査するとはしごを見つけたため、管制は下に降りるよう指示。はしごを降りると、以前実験で見たものより古い型と見られるコンピュータ機器で溢れた大きな無菌室に降りる。巨大なコンピュータたちはリールを回し音を立てながらあちこちを回していて、何のためにつけられたのかわからない電球を10秒だけつける。大きな CRT モニタは8色で書かれた一つの単語を約5秒間隔で表示する。観察する限り単語は、クリーン、アンクリーン、クリーン、クリーン、ロスト、アンクリーン、と点滅。部屋を進むと、月あたりにまた別の監視デッキのような大きなガラスの窓が現れる。このデッキは以前の実験で見られたような一連のチューブを監視しているが、その数はずっと少なく青い液体で満たされている。
不定期な間隔で、多くのチューブに電流と思われるものが流れる。一見したところ少なくとも5本のチューブは空で故障している。監視窓のキーボードは台の上にあり選択を求めている。画面に以下の選択肢がある数字の入力を待っている、チューブの状態。レポート。シチュエーション X549。シチュエーション X550。避難記録。上ごと。エージェント、レ。ボート。施設防火計画。映像削除テキストを表示したすべての選択肢の内容を被験者が書き写しており、それらは回収のために鏡を通り抜けた管制スタッフにより確認された。この作業は約2時間かかり、この報告を簡略化するために映像は削除された。回収した文書は都市でまとめられた。ビデオは中断。管制スタッフが離れてから約30分のち、管制は被験者と接触が取れなくなりました。被験者はその場で待機し、機器と収容ルームを観察してその様子を報告するよう指示されていました。SCP-93 の鏡が時期尚早に正常に戻ると、被験者との映像が途切れました。SCP-93 が鏡の向こう側にあるため、管制は接触を再確立することができませんでした。1分48秒のち、鏡は再び入り口を作り被験者は入り口を通って帰還しました。時間経過にもかかわらず被験者の健康状態は良好に見えましたが、ほとんど話しませんでした。直後の報告の際に被験者は突然痙攣を引き起こし、医療スタッフが呼ばれました。被験者を鎮静しようとしている間、被験者は通常以上の力を見せ、で報告スタッフの一人を撃ち、彼らを殺しました。警備員が横から一発を心臓に、もう一発を胸に発砲しましたが被験者は倒れませんでした。全スタッフが部屋から避難し、被験者は2発目を発射しましたが外れました。中武装部隊が報告室に入り、被験者を殺すために自動兵器を使用しました。レポートによると被験者は撃たれても血を流さず、代わりにいくつかの実験で目撃された中武の溶液と、実験3の最中に回収された物質を混ぜ合わせたような緑、茶色の物質が漏れ出しました。回収されたアイテムの分析が終わるまで、すべての SCP-93 の実験は中止されています。映像が途切れていた間にフィールドキットの予備記録装置が起動していたことが判明し、その内容は他の回収アイテムと一緒にまとめられました。SCP-93 実験から回収されたアイテムはレベル4に指定されました。アクセスには最低でも2人以上のレベル4職員の了承が必要です。博士のサインを得た最低クリアランス条件を満たしたスタッフのみ SCP-93 実験で回収したアイテムにアクセス可能。以下のデータは機密情報です。このデータを要求する職員は必ずすべての非機密テストデータを読み、2人のクラス、4職員の許可を得てください。SCP-93 回収アイテム。回収アイテム、このファイルのすべての文書にアクセスするにはクラス4クリアランス2人の署名が必要です。適切なクリアランスを得ていない職員がこれより先を閲覧した場合は解雇され、以下に例を挙げる懲戒処分の対象となりますクラス A 記憶処理。ケテルクラスセキュリティの即時移動、死刑。青実験、新聞記事1、最初の実験では一つだけアイテムを回収し、それは放置されたシェルターのコルク、ボードに付けられた新聞のスクラップでした。ほとんどの記事は腐食していましたが、一つだけ腐食されておらず回収することができました。強行が進展を発表、浮上が浄化される。ユナイテッド・ランド・オブ・ザ・サン、ザ・ユナイテッド・ランド・オーエフ・ザ・サンの強行は滅多にない民への声明を出し、祝福の民兵、ブレセド・ミリケア、が隠れている浮上、アンクリーン、のほとんどを私たちの土地から追い返したと宣言しました。新しいローマ、ニューローマ、私たちの首都から浮上は一掃され、市民は家に帰るよう促されました。浮上は私たちの素晴らしい街の外をふらつきながら大きさを成長させており、地方で農園を営んでいる市民はまだ帰らないよう指示されています。祝福の民兵は浮上を罰し、不毛の地、アンファーテルランド、へ追い返すことのできる武器を開発しました。すべての浮上を追い返した後に、それぞれの影響を受けたエリアにおいて私たちの祝福の土地と不毛の土地を恒久的に仕切るためのシステムの建築が開始されました。
教皇はすべての市民に対して、この困難の時にユナイテッド、ランドに祈りを捧げ、祝福の民兵の犠牲のために10分の1税を支払うよう命じました。祝福の民兵が勇敢に汚染された土地を進んでいる間に泊まった民家において、その住民に対して罪を犯したという誤った告発の報告が届きました。教皇は市民に対し、私有の証を身につけた者を冒涜することは最も重い罪であり、根拠のない非難にはそれ相応の罪が与えられるのだということを注意しました。私有とその部下たつ、HE&HISMEN が私たちのために命を投げ捨てているのですから、私たちは彼らに尽くさなければなりません。罪深き族群、シンフルレベルは、緑実験、新聞記事234日記。2回目の実験では、この別世界での出来事の流れの理解の手助けとなる多くのアイテムが回収されました。日記には、それが回収された場所の家主の最後の日々の一端と、その世界の他のエリアでの活動と思わしきものが記されています。新聞記事に、シルバー、フェザーズ、シルバーフェザー S の町周辺の農家から、隣人が声やビデオ映像に反応がないと先週通報がありました。教区司祭からの承認が与えられるまで調査は開始されませんが、民に対して司祭はこの事件に注意を向けていると断言しました。住民はさらなる失踪が確認できた場合にはすぐに、地元の祝福の声通知を行うよう勧告されています。またいかなる状況にも備えて、シェルターに備蓄を開始するようにとも勧告されています。新聞記事3。シルバー、フェザーズの町の周囲から離れているいくつかの領域において祝福の声たち、ブレセドボイス S が失踪したため、教区司祭は安全と生活に対する懸念を宣言しました。この宣言の下、すべての農地住民はシェルターに避難しなければなりません。浮上の存在が断片的に報告されていますがまだ確認は取れていません。新聞記事4。グロリアス、ソング、グロリアウスソングの町はあらゆる通信に対して応答を止めており、最悪の事態が想定されます。私たちの言葉を聞くことのできないその地にいる人々へ心より同情いたします。シルバー、フェザーズの町の祝福の民兵は、浮上による町への侵入が数回あり、住民の脅威となる前に忌まわしき4体を殲滅したと報告しました。教区司祭は市民に対し浮上と直接衝突しないことと、通常の兵器は浮上には効き目がなく、最も神聖な武具のみが彼らの罪を裁くことができるので、自ら危険に近づかないよう指導しました。すべての市民は、隣人が重罪にふけっている疑いに気づいたならば、指定されたチェックポイントを通じて即座に祝福の民兵へ連絡し、日記。オラははっきりと皆が死ぬと思った。だからオラはここへ来てオラたちの骨を見つけた誰かんためにすべてを書くつもりだ。オラの名はハーバーフジャクルシブ、農家だ。オラはラブスケックスとヒュスキアースを栽培している。オラたちはインクエスとウームスを育ててる。家族はオラに家内のオフェリ、そして二人の子供のトレブントリスティリア。この本は食べ物と避難を求めてきた祝福の奴と交換したもんだ。奴はオラたちに避難の準備をして、ここにオラたちがいると知っている祝福の奴でもここに通してはいけないと話して、守らないと全てが壊れると言った。だもんで、オラは奴が言った通りにし、全てを準備して一日くらいそこにいた。朝には奴はいなく、他の奴らと違って礼儀正しかったので家内は別れを悲しんだ。多分奴は殺人をしたくなかったんだと思う。リスは奴が家の周りにいないか確認しに出かけた。オラたちは奴が現れなかったから言ったのだと思った。変なことにリスが1マイルくらい離れたところに奴の服をすべて見つけたが、奴本人はいなかった。リスは全部そこに置いてきた。オラが思う通りのことが起こったならそれが一番だ。オラは頭はよぐねえ、それを否定しねえ、だけど考えることぐらいはできる、そんでヤバいことが起こってることはわかる。皆のために、何よりオラたちのため、だってそれはものすごく近くに来てる。たまに、なんかに追う時がある、そしたら隠れろ。匂いは腐りすぎて泥になりかかってる足肉みてえなもんだ。土さえそれらを気を引してるみたいだ、それらが埋まって死ぬことを気を引してる。あれが来た？早すぎる、準備はできなかった。匂いは夜に来て、オラたちは大丈夫だと励ましたが、子供たちが怖がったんで、避難時よにやってきた。トレブは遅れて、見決まった、よろよろと歩き続けるあれを見続けてた。
あれはオラたちに気づかなかったが、オラがリスとカナイを避難時用に降ろした時トレブが叫んで、見つかった。息子も連れて行きたかったが、あれは早すぎだ。オラは息子が立ち尽くし、叫び続け、あれが頭を下ろして息子を潰す様子を見てしまった。息子は階段まで走ってオラたちに追いつこうとしたが、一瞬のうちに、消えてあれに運ばれていった。息子が消えてなくなったかのように服だけが地下室に落ちた。オラは避難時用に入って蓋を思い切り閉めて鍵をかけた。オラはあれがここにオラたちがいることを知ってんじゃないか、ここに入ろうとしてんじゃないか、オラたちもやられるんじゃないかと思った。どれぐらい過ぎたか。食べ物はまだたくさんある。オラは勘違いしていた。食べ物は腐ってた。変なのが混じってたのか、オラが気づかなかったのか。オラたちは食えるものを食った。食べ物はあるが十分じゃねえ。そしてあれは離れねえ。あれはここに入ろうとしてる。匂いを感じる。壁の通気口から感じる。何かがそこから漏れ出したがオラたちは近づかなかった。それが全部岩のように硬くなったら匂いはしなくなった。電気はいつか消えるだろう。オラは様子を見るために上に上がった。地下室は問題ねえ。トレブの服は階段に残されたままだ。外を覗いた。オラたちは出れねえ。そこには10、20、30、数えきれねえグレーにたくさんいて、全部が家を囲むように円を作ってた。顔のない顔で家を見てた。臭い、とんでもなく臭い。避難時用に戻って鍵を閉めた。オラは早い方が良いと思った。カナイ破産生してくれた。リスには話してねえ。娘をはじめに行かせ。それからカナイ、オラの愛してる。そしてオラ。すまねえと思う。でもオラのせいじゃない。オラは家族にできることはしてきた。これをもたらしたのは奴ら神の祝福だ。オラの尊敬するパプの記憶を忍んでこれを書く。パプは老いていて生まれるよりも昔の物語を知っていた。奴らが解く不条について、奴らが避けている不毛の地について話した。世の中を一つにする教皇の言い分。あれは教局の罪。悪で汚れたオラたちのすべて。それがあれだ。あれは何も知らないがやることはやる。なぜやるのかさえ知らないが、ただやるだけだ。オラたちがあれに連れてかれれば、オラたちは死ぬ。オラはおどけながらあれが何なのか聞いたがパプはタバコに火をつけ、一服すると、言った、知らねえ。誰も知らねえ。これからも誰もわからない。だがもしおめえがこのシンボルを見たら、もしもあれに会ったら、ただ走れ、ただ早く走れ、ただ遠くまで走れ、そして隠れろ、二度とあれと会ったとこに戻るんじゃねえ。これがオラが知ってるすべてだ。オラはシンボルのことを覚えてる。パプがしやつの下の首につけて対話に書かれてた。次の日、パプは消えた。どこへも見つからなかった。父さんは悲しまなかった。いつかこうなると知っていた。パプは家へ帰ったと言って、すぐに会えるよ父さん、パプ。削除済み。シンボルは SCP-93 の表面で特に深く刻まれていたシンボルと一致しました。このシンボルは SCP-93 の最終テストの二つ目の映像でも確認されています。紫実験、オフィスの元長。SCP-93 の3回目の実験では不運にもセキュリティ、メンバーを失いましたが、オフィスの元長を回収することができ。現在 E-93 と名付けられたその別地球において行われた医療技術に関する洞察が得られました。患者ジェニファー・ムクザーカ、回復感1、1、調合涙 35%、栄養剤 30%、HFT 10%、祝福 25%。ようやくジェニファー・ムクザーカは年齢20サイクル、18サイクル時に高収容能力者の事故の犠牲者になり脳の道徳を司る箇所を損傷した。彼女は突然暴力的になる傾向があり、それは非道徳な刺激によってのみ沈めることができる。そのため、彼女は積極的に交際できる見知らぬ人間を探し、そして彼女の両親は司祭に対し、心と身体を改めるため、彼女を涙に入れてほしいと要求。患者は受け入れられる。涙の準備中、被験者は興奮状態に陥ったため担当のハンドが鎮静剤を投与を試みる。ジェニファーは自身の衣服を引き裂き、私に向かい汚い言葉を叫びかけたので私はドアをロックしてハンドに外に待ってもらうようお願いする。幾分恥ずべきことだが、私は彼女を涙に入れるために合計7回彼女を抱いた。彼女の両親が、彼女の世話を私たちに任せてから非常に長い時間が経っており、そのため彼女の世話を私が行う。彼女を涙に入れる前、私は彼女の体の機能に祝福された検査、ブレセドプローブを行い、彼女が子を身ごもっていることを見つけ、試験でそれが私の子であることを確かめた。
これに合うように彼女の入浴を調合した。体が出産の準備ができるまで、彼女は涙に沈められる。患者なし、回復感1、2、調合なし、要約なし。患者アルベリアウスファラファン、回復感1、3、調合涙 80%、栄養剤 20%。要約アルベリアウスファラファンはシルバー、フェザーズの町の外の農家で、彼は浮上によって家族を亡くしたと主張している。彼は教区司祭に対し保証と懲罰を求めた。司祭は不毛の地以外の浮上の存在を否定し、保証と懲罰を拒否。アルベリアウスは司祭に暴行を働き、逮捕され、魂の浄化を宣告された。彼の調合の大部分は、魂へ染み込ませ、彼の心を浄化し、痛みを癒すための涙である。ローキーパーズ、ザ・ローキーパーズ、は彼の家族が実際に亡くなっており、同情の余地があるため涙以上の刑罰を下さなかったと言っている。もし最後の HFT をジェニファーで使い切っていなかったら、この入浴の涙の量をもっと少なくしたと思う。80% は望ましい量よりも多いが、HFT を手に入れることは難しくなってきている。私はもしかしたら闇、デダーク、の中に行かなければならないだろう。患者、回復感に、1、調合栄養剤 75%、祝福 25%。ようやく戦闘中に負傷した祝福の民兵の隊員。司祭からの要望で、詳細は差し控える。患者、回復感に、2、調合栄養剤 75%、祝福 25%。ようやく戦闘中に負傷した祝福の民兵の隊員。司祭からの要望で、詳細は差し控える。患者、回復感に、3、調合栄養剤 75%、祝福 25%。ようやく戦闘中に負傷した祝福の民兵の隊員。司祭からの要望で、詳細は差し控える。木実験、PC のプリント、金庫の日記。4回目の E93 への実験では、医療施設または政府施設の技術員によって書かれたと考えられる文書が得られました。金庫で発見されたは、それと共に発見された弾薬の組成と、非常に基本的な火器に先進的な発火機構が備え付けられていることにより、SCP に分類することが検討されています。PC のプリント。監視者たちは信用できない、ずっと何かがおかしいと感じていた。54階の私のデスクの下の金庫には祝福の民兵が使っていた銃の一つがある、兄弟がくれたものだ。彼が言うには祝福の民兵は彼らが主張しているようなものではなく、浮上がするであろうことよりもひどいことを私たちの仲間にしてきたらしい。彼は戦いに備えろと教えてくれた。私にはできない。私はそんなんじゃない。私は争いを知らない。私は弱すぎる。君が、使ってくれ、自分を守るんだ。金庫の日記。私の名はハーバル・トリウィス。私はここでハードシステム監視をしている。内容破種の涙、ロード、エスギャー、に使った罪深き者、シンフル、を監視し、彼らが決められた希釈時間を過ごしたことを確かにすることである。私はこの仕事を23年間しているが、今では物事は崩壊してきている。私はもはや強行に従うことはできない。私は真実を話さなければならない。私たちは避難するよう指示されている。収容チューブが破られたのだ。浮上は急速の地に現れているが私たちは破壊することができない。ライブ映像はそれらがどのようにしてきたのかを見せ、それを見て私は私の心を、考えを、言葉を隠しておくことはできないと思った。私は話さなければならない。監視者たちがこれを見たら私は黙らさられるだろう。だからこれを隠さなければならない。幸い彼らはハードウェアに関しては無知だ。だから私は簡単にこれを隠すことができる。監視者たちは私たちに言った、ハードウェアが浮上を収容することを確実にするために私たちが最後まで残らなければならないと。つまり私たちがそれの気をそらし、監視デッキが破られた場合には死ねと言っているようなものだ。浮上はほとんどのチューブを粉砕し、浮上の中に人々は吸収されていった。私は浮上に合図、IS、を向かわせ、合図は浮上に触れ、サンプルを私のところに持ってきた。浮上とは罪人ではない。私たちの犯行の産物でもない。彼らは私たち自身だと思う。合図は持ってきたサンプルの年代を特定した。それは私よりも古い。私の親より古い。彼らの年齢は200サイクルを超えている。200をだ。サイレンはまだ鳴っているが、私たちに離れよという合図はない。私はこの浮上が一体の存在だと思わない。
私は彼らが空間と空間の隙間に入るところを見た。空間の隙間をだ、今までずっと、そこにいたのか。空間の隙間に浮上の構造は不安定だ。分子の分離と再結合は瞬く間に起こり、まるで時空間においてそれ全体を再構築しているようだ。なぜここまで上がってこないんだ。労力がかかりすぎるのか。それとも私に気づいていない。彼には目はなく、口はなく、顔もない。だから話せないし、見ることもできない。しかし私たちを感じることはできるはずだ。匂いは、とても強い。どこからでも匂ってくる。死臭ではない。それは死ぬべきであるが、しかし死ぬ方法のわからないものの匂いだ。ホーリー、ユニオン戦争、ザ・オー・オー・エフ・ホーリー・ユニオン、私はもしかしたらそこでそれが始まったのだと思っている。私たちは教皇のもとに団結したが、彼は私たちに何を売っているんだ。何もない。私たちは高い利益を生んでいる間、単に社会を維持していただけだ。違うか？でも今私たちは、雲の上にいるお方、私たちに生きて繁栄するための力を与えるお方の意志を喜ばせるように言われる。一度も見たこともない奴を崇めろと言われる。嘘だ、すべて嘘に違いない。私は合図を使って浮上のサンプルの組成と反対の液体を作っている。もしかしたら互いに打ち消し合うだろう。私はすぐに立ち去り武器をここにしまおう。私にはこの武器は使えない。使うには私は弱すぎる。私は怒りではなく心で家族を守る。このフィールドでは私たちは安全だろう。私はどこに行くべきかわかっている。私は家族に会うために、上に向かう。私はハードウェアを起動したままにした。電源を消すように言われたが、私は反抗する。それは起動し続け。これは、合図は、動き続ける限り見続けるだろう。これを読んだ誰かは、知るだろう。銃を取り、幽体を持って行ってくれ。教皇の話を聞いてはいけない。私たちは聞いて、そして地獄に落とされた。回収した、は12発分の弾倉が2つある回転式拳銃です。銃のデザインは両側に弾倉が1つずつついており、わずかに浮き上がっています。銃に押し込むと回転し、全弾が発砲され、その後元の形に戻り再装填できるようになります。2つ合わせれば合計24発を空になるまで発砲することができます。この銃には激震がありません。その代わり弾倉に新管をつけるために使用されると考えられるプルバックスライド機構がついています。回収した時、24の弾倉すべてに注射器型の弾丸が入れられており、その先端は32本の針がついています。弾が当たった際、弾の力が内部の液体を押し出し、目標に注入するものと推測されます。実験はまだ実施されていません。最も関心を呼んだのは、実験でこの銃が標準的な45口径弾も使用することができることが分かったことです。銃は発砲のために火薬の代わりに超出力の磁気浮上システムを使用するため、弾丸の火薬は全く使用されません。弾丸を改良し、火薬を空気流で破裂させさらに加速させたり、弾丸の衝突時に火薬を爆発させてさらに高い衝撃力を加えたりすることが考えられています。赤実験、PC のプリント、最後に許可された SCP-93 の実験は熟練の技術員を失うという結果になりましたが、この世界において公に明かされる意図がなかったと考えられる。暴露的な文書を回収することができました。これらの中で最も興味を引くものは、数十年も前に財団職員によって書かれたと思われる、エージェント、レポート、です。これらのプリントアウトは回収した資料の中で最高の価値を持ちますが、作成にあたってタイピングの他音声入力が使用されたと見られています。いくつかのプリントアウトはその音声ログが利用可能です。しかし利用する場合は使用理由をすべて書面に書いた上で事前に申請しなければなりません。二つの入力方法が存在していることは、ソフトウェアによって変換が行われたと考えられることとともに、作成者によってプリントアウトの文体が異なることを説明しているように思われます。施設火災計画。施設からの緊急避難が必要な際には、すべてのクリア、4スタックがトレインステーション3に集まり、各自のバイアル、コビン、を使用して脱出トレインを召集するように。バイアル一つだけでトレインを呼ぶことができ、涙を任意のようで入れることができる。空のバイアルはトレインを呼ぶことはできない。クリア、21スタックは、クリア、4スタックが離れてから10分経過するか、クリア、4スタックの許可があるまで各自の持ち場で待機するように。
クリア。3スタックは各ステーションと武器庫にある防護服を着用し、クリア。4の指示に従って非常事態発生現場の対応をするように。レポート。不毛の地の3地点が7日前と比較し 25% 拡大している。収容部隊はこれらの土地で浮上を確認していないが、拡大は目に見えて確認できる。クリア。5レベルの司祭は、これらの土地の聖なる檻、ホリーチャムバー、が破られ、すべて空であったことを確認している。浮上が聖なる檻での収容を破ったのだと考えられている。残りの檻に対しさらに警備員を派遣している。シチュエーション X549。ゾーン6、4、TO の拡大が確認された。不毛の地の収容手続きは稼働中。収容スタッフを現地に派遣。これはここ30日で10番目のレポートであり、シチュエーション状態を更新する。クリア、この司祭のレポートが影響を受けることは完全になくなった。シティ、オブ、ヒス、ワード、ザシティオフヒスワードは完全に封鎖され、町への出入りは全て禁止された。他の町も現在警戒状態にあり、戦闘部隊が町周辺へと派遣されている。シチュエーション X550。衛星画像によりグレートランド、オブ、フフシア、ザ・グレートランド・オーエフ・ヒュフシアが陥落したのを確認。すべての土地が汚染されたと考えられる。レイナ、レビナ、において罪、SIN の発生が報告され、その時は聖連盟、ザ・ HOLY ユニオンの援護を要請した。我々のところでも罪の発生が起こり、大量の浮上の報告がなされているため、援護は却下された。クリア、10スタッフは、ゲートウェイを通じて避難し、聖連盟から認可を得たすべての人々は監視状態を継続するために、近くのスカイ、プラットフォーム、スカイプラットフォーム、エキスター、アイ、エデン、スター、アイ、エデン、へ避難するようにという指令を出した。ゲートウェイ、キーがこの中心から別の空間、時間ベクターへ広がることを防ぐため、キーは排出されている。我々が避難した後に、監視を行いレポートを続けるための復活スタッフ、リシュレクティングスタッフ、が覚醒されている。死ゆの祝福で我らの最も重い罪が許されますように。避難記録。避難が進行中。シャトル1離脱。シャトル2離脱。シャトル4は発射が遅れている。オーバーロードです。トリアージプロトコルに従ってください。シャトル4は搭乗人数の限界に到達。発射時ゆゆゆゆんあーうんなんでだなんでなぜなんで俺たちを解放しろ解放して私たちをなぜ何したって言うんだなんでだよなんでシステムは静電気活動を検出。したなんで私たちが苦しんだ私たちが何をしたシステムシャットダウン。システム復旧汚染データのパージが進行中なぜ私たちなんで私たなんで私ティなんで私たティなんで私なんで私たちなんで聞けよ。記録5432、104、392パースワードドドはたたたしたちをゆるるるしてて。5554、4433、2222、2222、2222、2211、1111、1111、なんで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 。システムパージ。パージ。パー。適当。マジ受けるマジなんなんだよこの場所ここではみんななんかをタイプしてるみたいだから俺もタイプしとくわ。うちの横の池ん中でこの石見つけたんよね俺が持ったら光り始めて押すっていいなって思ってたら池の底見えなくなっていつの間にか光る石持ってこの変な部屋にいた受けるちんないけどここまでおっこ。知的たっぽいそんで今はそこじゃなくてここにいる正直怖えけど映画のセットみたいでかっけえわここ受けるわここには誰かがいる俺は野郎が罠してることを聞ける野郎俺に指図しやが。てる降りてこいってでもドアなんてありましえんなんか助けを叫び続けてんなあのバカ野郎黙やしねえしあの気味悪い部屋に戻るかなでも怖えな笑える。やったぜドアを見つけた赤べじゃなくて床になりすましてやがったぜこれで叫んでる野郎を黙らせに行けるぜそしたら家に帰ろっと。エージェント、レポート。私の名は財団のエージェントで、私の世界は今1972年だ。それはこの世界も同じであるようだが、SCP-93 を通して私が見てきた限り、この世界における生命活動は1954年頃に収束しているようだ。私は SCP-93 を使い様々な場所を訪れたが最後はこのセンターだ。私は草木も育たない場所を見てきた。浮上は感知したものならば何であろうと追うため、私は浮上から逃げた。
彼らがどのように狩りをしているかはわからないが、彼らが何であるかはわかってきた。およそ350年前、この世界は我々が経験しとくなかったほどの技術的革新を遂げている。ことの起こり発種、AT、神に似た未知の存在の出現のようだ。死ゆは世界は不浄であり罪に満ち溢れていると宣告し、この罪を清める唯一の方法は罪人を粛清することだと告げた。戦争で、誰であれ生き残った者たちが汚れ無機者、クリーン、であると。10年間、この戦争の準備のためにあらゆる文化に対して驚くべき科学的躍進が与えられたが、その間に死ゆは消え去った。何にせよ戦争は開始された、ホーリー、ユニオン、オブ、ランド、ホーリーユニオン、オーエフランド、我々にとってのアメリカ合衆国にあたる大陸が先導しているようだった。記録は大まかであり、その時代を記述した本は世界中で禁じられていた。私は一連の破損したコンピュータ通信のキャッシュから記録された歴史を読み解くことができた。死ゆの寵愛、HIS ロブ、のための戦争に用いられた主要武器は、実は、人々そのものだったようだ。廃墟とか死体用施設で今なお見ることのできる、死ゆの聖なる涙、HISHOLY デアース、と呼ばれる液体混合物にさらされた人々を。死ゆの聖なる涙は不浄から罪を洗い流し死ゆへの愛を芽生えさせる。少なくともそうラベルには書かれている。私が回収した記録にはこの戦争がどのように始まったのかについて、死ゆの聖なる先民、HISHOLY 古戦は罪深き地を歩き彼らの罪を自らに引き受けた。死ゆの救い、HIS サルバションを求め泣いていた者たちはそれを受け取り、現在は我々の子供たちである。死ゆの愛、HIS ロブを拒否した者たち覇種の輝き、HIS ラディアンスにより浄化された。と書かれていたことを除いて非常に不明瞭であった。だが誰一人としてなす術を知らない何かが起こったのは明白であった。不浄は、触れたすべての生命を貪り食う巨大な半身の人型をした生物だ。私は事実、SCP-93 のコピーを偶然見つけた何者かによって書かれた科学レポートを発見した。これらの生物は非常に高次運動の種の涙にさらされた者の遺伝子が侵された結果生み出された。量子的再構築、グアンチュムリストラクチャリング、に関する用語がいくつか書かれているが、私にはこれらが何であるか理解できない。しかしそれが意味することは、彼らはもともと他のものと同じ人間あり、制御することはできなかったということである。ただし、彼らを、収容、することはできる。彼ら覇種の涙に引きつけられているようであり、様々な区画において最も純粋な死ゆの涙を持つ人間が置かれる中心地点が確立された。そこは不毛の地と呼ばれ、不浄をその場に留めさせる。定かではないがそれにも何らかの間違いが起き、すべてが崩壊した。権力、文化、人々のすべてが破滅へと向かい、それらは今は行き先も目的もなく世界をよろよろと歩いている。もし悪臭に耐えられるのなら彼らの隣に立つこともできる。彼らはただ通り過ぎていくだろう。ただもし彼らの注意を引けば、おしまいだ。彼らは必要な時は光の速さで動く、必要でない時はカタツムリのような速さだが、私が思うには、ある時は他のものをただ追いかけるため、またある時は殺すために動く。何者かがこの施設にいると思う。複数人かもしれない。フロアの下からずっと声と要求が聞こえてくる。私はこの施設のさらなる調査を行う前にこのレポートを残しておきたい。私はゲートを封じるために入り口の鏡を通して SCP-93 を送り返した。この世界のものが我々の世界に干渉することはできないし、私たちが干渉することもない、すべてを理解するのに我々はあまりにも未熟であると私は感じる。不浄が死ぬことができるとは思えない。彼らは不死身だ、だが彼らが望んでなったわけではない。彼らは正しを求めているのだ。彼らは、私の頭の中にいる、たった今気づいた、この部屋の設備が私に反応し始めている、言葉がスクリーンに映っている、助けを求めている。私覇種の涙に触れた記憶がある、嗅いだこともある、味見したことも、でも一瞬触れただけだ。飲んだわけじゃない、ただ舌が触れてたんだ、酸味を味わった、私が思うにかなり間抜けな調査手順だ母。司祭たちは、生きている。彼らは僕たちが漫画の中だけで想像しているような技術を死ゆから授かった。この機械の記録は宇宙旅行を示している、だが遠くまでは行っていない、世界が崩壊する様を観察し、後で戻ってきてそれを手にするのを待つのに十分な距離だけだ、しかし。
彼らがそこに行ってしまったとしたら、私と共にここにいるのは誰なんだ？私は顔を見てきた、人々の、浮上の顔を。彼らは機械が映す画像に現れた、その機械は私と一緒の部屋にあって、そして私を見ている。私が思うに、彼らはこの世界のどこにでもいるが、今では機械だけがそれを見ているんだ。彼らは悲しそうでもないし幸せそうにも見えない、ただ、好奇心が強い。彼らは知りたい、どうして、どうして、彼らは、どうして、すべては起こったんだ、わからない、わからないんだ。彼らに触れたとき、記録とは異なるものを私に見せてくれた。浮上はすべてを覚えている、みんなが触って彼らの一部になったもんね、中は安全、でも死んじゃう。すべての心、すべての感触、すべての怖いの、全部ずっと。僕もみんなの仲間なりたいでも、することが多すぎる、彼らは僕にしてほしい、死を見つけてほしい、彼を殺してほしい。戦争なんかじゃなかった彼のせいだ彼、いや違うあれ。あれは時間と空間と世界と光と闇が歪んだ隙間からやってきたは入り込んできたけど入り込んではいけないものだそして神だと言ったみんな信じたみんなあれを味わ。ってあれに触れてあれと寝たあれの奴隷になったあれの思い通りになったそしてあれ浜田ここにいるあれが持ってきた SCP-93 にはすごい力がある誰が作った僕は知らない彼らも知らないけどあいつの。ものだそれはあいつを移動させる場所から場所へ世界から世界へだから僕は壊してやったぜわわわ僕はそれの欠片を投げ捨てた穴に投げ捨てただから扉は全部閉じた僕たちの扉も閉じただから僕は帰れない僕は他に何ができるだろうあれ廃止を通して大声で叫ぶどういうわけかあれはどこに彼らがいるのかを知ってるけど彼らには触れられないだけど意志を隠したらあいつは叫ぶことができなくなるそして動けなくなる捕まえたぞクソ野郎俺果て目を打つバンバンってなわわ僕はあいつに触れた。僕の拳で。僕の銃で。あいつは倒れた。だけどあいつは立ち上がるだろう。すぐに。ごめんなさい。やれることは全部やった。もう眠らせて、お願い、ね、眠らせ